仕上がってるよ、仕上がってるよ。私たちの魅力満載のオープニング、これで再生数白上がりだな。今日は愚痴を魚にしたものではなく祝杯をあげることになるのは確定的に明らかです。この動画は社会人用です。学生さんや若い方にはおすすめできません。はい、論破。よく聞くネット発の用語です。物事に勝敗をつけ白黒つけるのは痛快ですよね。しかし負けを味合わされた相手はどうでしょう。きっとあなたのことを恨みに思います。怒りというのは厄介で、怒りに任せた行動は損得感情を抜きにしたものにします。相手が気が済むまでひどいと一生あなたを攻撃してきます。他人に妨害されていいほどあなたは暇ではないし、あなたの人生も無価値ではないはずです。無難に過ごす意味でも論破などせず、ただ聞いてあげたり、時にはこちらが負けてあげるふりをすることが大切です。そうだ、聞くことが大切なんだ。ただ突っ立てているだけで時給が出ているわけじゃないぞ。この動画では労働基準法にのっとり日当メロンパン1個になっています。他人の価値観などこちらに変える力などないことを認識しましょう。こちらはせいぜい有利になるように考え方の補助線を引くぐらいしかできないのです。また昔から君主危うきに近づかずと言います。あなたに被害を及ぼす、継続的に嫌な気持ちにさせる、こういった人や事柄からは距離を置くのも有効な手です。みんなすぐにこの動画を閉じろ。閉じないでください。せめて視聴せずに最後まで再生してください。意味がわからない。人はモヤモヤしたもの、はっきりしないもの、白黒つかないことは大変なストレスです。勝ち負けをはっきりさせたいという気持ちはわかりますが、論破は握手中の握手ということを認識しましょう。こういうことを書きながら投稿者も数限りない失敗をしました。中には取り返しのつかないことも多くあります。あらまあ、とにかく相手を怒らせるのは仕事を滞らせるだけなので、そういったことにつながる行為は控えた方が賢明です。ネットでは再び論破や論破王などが流行していますが、これは干渉する類のもので実践するものではありません。以上のことはあくまでも自分の人生を大切にするためです。我慢のあまり自身の心が病んでしまうと意味がないので、前述の通り厄介な人との距離の取り方、付き合い方も磨いていくといいでしょう。みんなすぐにこの動画を撮る。今回は忍耐や我慢を求める内容で面白くなかったかもしれませんが、これを見ている視聴者さんの人生への障害が一つでも減ればと思います。何より動画制作者自身が気をつけたいと思います。前向きに検討していくってやつだな。ここまで言ってもやはり負けてあげるって難しいですよね。あ、最初に言った学生さんや若い方におすすめできない理由は、やはり若い頃は物事はっきりさせたいし、若い頃ならそういった失敗もいい経験だと思ったからです。論破の敬遠は社会人になってからでもいいとは考えています。以上、論破はおすすめできないでした。これで論破好きを論破できたな。やめてください、あかりさん。ご視聴ありがとうございました。